まあ、この後瀬戸内さんはどんどん小説を書き始めまして、「女徳」だとか「かの子繚乱」といった代表作を書かれていて、まあ、その辺りわずかですね、夏の終わりからわずか3年で琵琶乱鳥にありを刊行されていて、まあ、これは非常に驚くべきことで、というのは琵琶乱鳥にありも、それから会長は偽りなりも非常に綿密に資料を読まれて、またまだ生き残っている方にも取材されてるんですが、これたった3年間でよくこれだけの準備をされたと思うんです私はほら、昔から優等生でしょ。だからね、勉強好きなのね。だからその調べるのね、ちっともね、嫌じゃないの。それとね、もう一つ、これはね、これがお書きになる人に言いたいんだけどね、こういう時にね、何か誰かのことを書こうと決めるでしょ。そうするとね、その人の、もし出たらね、その人の魂がね、必ずね、ここで会うべき人ね、ここで読むべき本ね、それをね、持ってきてくれ。これはね、私だけじゃないね、そういうの書いてる人ね、みんな言ってますよ。本当に不思議にね、もうとんでもないところでね、そのパッとその資料が来たりね、その人物が来たりするの。本当そうですよ。瀬戸内さんはその、まあ、政党の周辺にいる女性作家たちの評伝をかなりしっかりと何作も費やして書かれてますけど、もともとその政党っていう雑誌周辺の上流作家たちには関心を持っていたんですか、昔から。田村俊子以降に政党周辺の、まあ、平塚来町とか伊藤の絵とかにも関心を持ち始めたのか、いつ頃から興味を持ってたんでしょう。結局自分がその誤解されたでしょ。それで田村俊子を書いたでしょ。田村俊子を書いたためにですね、その政党がね、ちょうどあの頃だったんですね。俊子はもう偉くなってたから、その政党の関わり方がもう客員みたいですね。だけどあの頃、それで政党がちょっと面白いからね、読み始めた。そしたらもう本当に面白いんですよね。書いてることも、もう下手くそだけどね。だけどね、彼女たちのね、その精神がとても良かったのね。それで平塚ライトを書いてないんです私がね。でそれはね、この人会ったら書けないと思ったの私が。だから会わなかったんですね。で向こうはね、なんで瀬戸内さん来ないんだろうって言ってたらあの人はね、もう会ったら書けないと思ったから、ね、強いて会わなかったんです。でもあそこに出てる人たちはね、もうみんなね、本当に素晴らしい人なんですよね。幼いけれどもね、志がとても高いのね。それで、彼女たちのことを書いて、いるうちに、その中にいた岡本かの子がね、やっぱり面白いから、かの子を書いて、でかの子を書いて、でそういうふうに、自分が書いたものにこう導かれてずっと書いていったんですよね。甘春事件自体については関心を早くから持たれてたんですか。甘春ってなんかやっぱりひどいハンサムだったら、私ハンサム好きだからね、どんな人だろうなと思ってた。でも今度のずっとそこの書いてね、書いた時に、やっぱり利用されたのね、甘春かわいそうですよね。軍にそうしろって言われてして、それで結局軍が一応は牢に入れないと、体裁が悪いからね、入れられるでしょ。だけど軍がさせたからね、だから軍としてはやっぱりそれはやっぱりひどいから、だから奥さんをもらわせて、それでパリやるんですね。でパリ行ってもちっとも困らないです。でそこから満州行くんですね。それであの人の道が開けるね。まあこの小説でもその、まあ、琵琶乱鳥の中、乱鳥にありの中にも平塚来町のことは、まあ、随分と書かれてますけど、基本的には辻潤という作家と、それから大杉栄がいて、まあ、その間で、まあ、伊藤野枝が伊藤野枝、まあ、心が揺れて最終的には大杉栄の方に行くんですけど、まあ、その後の、まあ、だいぶ時間が経ってから書かれた会長は偽りなりの中では、まあ、大杉と辻をもっとこうはっきりと対照的に並べて、まあ、陰の辻潤と、まあ、陽の大杉栄で、まあ、どちらにも魅力があるんだ、違った魅力があるっていうことを書かれてましたけど、どうし、やっぱりその僕は興味があったのは、政党でもその本当に文学者としての活動をしていこうという人たちと、それから、まあ、政党だけじゃなくてあの時代の人たちの中でも活動家として政治活動の方に熱心になっていく人たちがいましたけど、瀬戸内さんご自身は今でも政治的な発言なんかも随分とされて
デモに参加されたりとかってこともありますけど、書かれていてやっぱり自分は文学者なんだなっていうふうにお感じになるんですか、ね、私は文学者ですよ今だってね、うん、お坊さんになってますけどね、やっぱりお坊さんとしてはね、まあ肉食べたりね酒飲んだりね、うん、もう落体坊主かもしれないけどね、うん、でもね最澄のね、うん、思想はね、うん、私はちゃんと守ってますよ、うん、だから蒙古利多をねやっぱり私は実現してますよ。だからね今度のこの事件だってね、うん、お坊さんがやっと立ち上がってね、はい、今頃その皆さん集まりましょうなんて言ってる、うん、遅すぎるよそんなの、うん、そう思いますね。まあ、この時期の特に琵琶乱調にあり会長偽りなりは瀬戸内さんの今の現在の政治参加の根本にある思想を理解する上でも非常に重要で、まあ、家臣でまあ一人 の風変わりな人物のこう性の問題っていうのを描いた後、その一個人の問題として夏の終わりでこう自分の問題としてその愛の問題っていうのをこう引き受けた後に、今度はそれをこう社会的な問題としてあるいは思想的な問題としてもう一段、広げてあるいはこう深く掘り下げて、描いたのがこの琵琶乱調にあるじゃないかと。つまりまあその恋の問題と、まあ、恋と革命ということを瀬戸内さんよく言われますけど、まあ、愛と政治と言い換えてもいいのかもしれませんが、そのテーマがずっと発展してきて、まあ、その愛の部分でいうと大杉栄がここでフリーラブということを言って、うんね、まあいっぱいの人と付き合ってもいいじゃないかっていうようなことをやろうとして、まあ、結局それはうまくいかずに彼はまあ刺されてしまうんですけど、これを書かれた時瀬戸内さんは、まあ、共感するのか、やっぱこれはちょっと関連的すぎて無理があるんじゃないかっていうふうに思われたのか。やっぱりそれは無理があると思います。それから私そのね大杉さんからもう死んじゃったから会えなかったですけどね、はい、荒畑寛村さんね、はいはいはい、晩年亡くなるまで付き合ったんですよ、はい、だから荒畑先生からもういろんなことをその聞いたけど、はい、あの人また真面目だね、はい、真面目な人だけど女好きで、はい、もう死ぬまでね、うん、女好きだったんですよ。だからそういうの隠さない人でね、はい、だけどねなぜ大杉とねあんなに一緒にしてたのにね、荒畑寛村がねこう離れていったかってことを聞いたんですよ、うん、そしたらねもうとても大杉さんが好きだったけど、うん、そのフリーラブのね、はい、宣言をした後ねもうあんまりいつもそれをね嫌だったんです自分はね。 あの人真面目だからね、うん、だからそんなね女一つも誰も幸せにならないのね、うん、大杉がそのねそれを言ったからね、うん、そこ知ってること見たからねもうそれが嫌だ、うん、それで別れたって言ってましたよ、うんうん。僕すごく読んでて不思議なんですけど、政党の人たちっていろいろこう色恋沙汰があると必ず書くじゃないですか。あれはなんでなんですかね。変ねあれは。本当徳島の年始の人も、すごい書いてますよね、お互いに書き合うでしょ、あっちが書いたらこっちも書いてってそれからラブレターを出す。あ、そうですね、ね、もうあんなことよくすると思うよな。いやだから夏の終わりでもその相手にもう一人付き合ってる人が、まあ、奥さんがいるって分かっててもその人の気配を感じられなければ、うん、まだなんかその状態に耐えられますけど、まあ、ここの大杉栄たちがこう実践してたフリーラブっていうのはこんなことあったあんなことあったって全部雑誌にいちいち書いて回ってるから、うんうんうん、それはやっぱりなかなか難しいんじゃないかなまあ今の私たちにとって非常に都合がいいけどねみんな書いてくれて、まあそあと伊藤野枝に対してはこうどうですか、共感っていう感じはあったんでしょうか。あのね伊藤野枝はね非常に魅力のある人でね、うん、書いてて面白かったですけどね、うん、私はあんまり好きじゃない。うん、でも非常に魅力のある人ね。うんうん、でも勝手よね。やっぱり私も勝手だけどね。うんうん、で子供をね子供を捨てて行ってるでしょ。はいはい、その子供はやっぱりノエのことをもうちっとも慕ってないですよね、うんうん。はっきりと嫌がってます。だからまあ伊藤ノエの役方はもちろん小説の主人公だから魅力的には書いてあるんだけど、一方でかなり。まあ、客観性を持たせようとして瀬戸内さんも野枝についてのいろんな人の悪口とかも上手にこう織り交ぜながら
でもね、あの悪口ね、いっぱいいっぱい書かれて、私それは信じないのね、うん、あの時はもう、もう伊藤の絵の悪口言ったらもう正しいっていう時代だったからね、うんうんうん、だから彼女は本当に魅力のある人だけれども、うんうん、それからね、あの気量が悪いっていうふうにね、あの、はいはい、あの上近さんなんかね言ってますけどね、はい、それはね、こういう方の立場でね、あのやっぱりとてもね、あの女としての魅力があったらしい、うんうん、でもうハッとするような綺麗な写真も残ってますよ、うんうんうん、あの瀬戸内さんの、まあ、この時期の作品非常に重要だと思うんですけど、一方で瀬戸内さんご自身はどっかでエッセイか何かで、評伝物はやっぱり自分でこう自由に物語を膨らませたいと思っている時にどうしても事実に拘束される窮屈さもあってっていうのことを書かれてましたけど、やっぱりあのそのフラストレーションみたいなのはかなり書かれてる時があったんですか？あります。だからね、うん、あの私ね、 あのある時期ね、そのね、評伝書いたらね褒められるんですよね、ええ、だからね、あ、こうやったら褒められるなと言って分かったけどね、ええ、のその評伝書いた後ね、こう、うん、なんとどう言ったらいいかな、あなたは分かってくれると思うんですけど、ね、うん、純文学のね、その、うん、下手でもね、うん、純文学と思ってるね、小説を書いた後のね解放感と違うのよ、うん、何かね、なんかねぎくしゃくしたものが残るんですよね、うんうんうん、でこれは何だろうと思って、うん、それで結局私はね、あの読み物、高尚な読み物だと思ったのね、うん、その評伝、うん、ね、評伝の、うんうん、よくできたものでもね、これは高尚な読み物、私は読み物を書きたくって小説家になってないですからね、うん、私小説を書きたいからね、うん、だから、うん、こんなの書いてもしょうがないんじゃないかなとね、しばらく思ったことがある、うん、それで書けなくなったことありますよ、うん、だけどあの今となってはね、振り返ってみたらね、やっぱりね、評伝もね、あの、うん、いいものはね、文学ですね。うん。